き見小屋から、現在に移られたのはその道がこう伊賀になって、まあ、バス通るようになって、そうそうそう、現段村ということで、はい、であそこを選んだんじゃやっぱり鶴に登る人が多かった。あ、もう私は鶴に好きやったんや。ああ、お父さんは鶴にだけ、うん、お父さんが好きだった、うん、なんか分かる思い出あるまだけど、うん、これは今時効だからいいけど、うんうんうん、あの心拍吹いて、あの、うん、松の木の小さいようなのが、うん、岸壁になってんだけど、なるがいじゃん心拍、うんうんうん、すごい日長い聞いて100年経ってもこれしかない、うん、飲みやなきながら、うん、その断崖絶壁にある木が、うんうん、それうん、で今まあその後から出てあると、要はあの糸魚川のこの崖にもついて、うんうん、1本1億円とかするそういうのが聞きながら、それくらいの、うんうんうん、それある時わたくも同じなっちゃ、うん、早月から行って、うん、見たら下に見えたんだ、うんうん、その辺俺はじいちゃんに聞かんかったんだけど、うんうん、下から途中まで行って見たんか、それがわからんみたいな、うん、なぜ見つけたんだじゃん、うんうんうん、ほんで、俺と親父と3人でそれ取りに行った、うん、だからそれ取ったじゃん、後ろに手間があるんだからね、うん、その頃から、うん、取っちゃいけん、もちろんもちろん、そういうもんで、うんうんうん、そいつでも、やっぱり人間じゃ、そいつ一本取り合うだろうが、うん、今のせいなら1億円でもなるな、うん、ほんせその上から長期間から下から登ったらしい、うん、ほんせあの頃ならなんか草びだじゃん、木の草び、うん、今見てハーケンじゃない時代だから、うん、で今の草び打ってはその、うん、そのすごい捕まって、うん、足もかけて、うん、また打つして、うん、上がって絶壁だね、断崖絶壁、ほんと絶壁で命がきく、うんそれで、うんうん、その、あの、なんとか取ったんだじゃん。え、取ったんけ、うんうんうん、取って今度降りようとしたら、うん、それ持ってっちゃさ、とてもじゃないな。それはそう、いや、それ考えんとね、いった。もう、どうもこうもならない。上がりも下りもねえな。そうそう、うん。ほんで、方々の手で、うん、あら、あの、登り切ったんだけど。うんとこちょっとオーバーハングスとかあるらしいやんじゃん、うんうんうん、うん、でそこは、うん、コマクサ軍勢、コマクサ軍勢やったな、うん、今でも京都大学が登ったきりその第二島じゃねえ、もう登りが今のハーキング技術使っても、うん、そういうところのくさびだけでそしたら最後はそれ捨てんじゃなかった、うん、命捨てるかそれ捨てるだけや、ほんでは3人命からがらもなんとかオーバーハングのとこ、まあまあ、短いオーバーハングでも長ければもうとてもであると、うん、まあちょっとしたとかちょっとあったんだ、うん、まあそこからなんとか悔しいでも、うん膝の家にちょっとは猿みたいにしてばっかり3人とも、うん、まずまずは木から木移るくらいの人だから、あ、そうだっけ、へぇ、ほいで、さえて、うん、まあ、登って、うん、それ捨ててきたからね、へぇ、ほんで、なんで俺どもの時代になっちゃう、その人にじゃ悪いもんな、登ったじゃん、もう悪いことしようね、ほんで、あそこからね、国民の常務になった藤井の正夫さん、あの兄弟のスキー部の山岳部だね、学士山岳会、彼らそこに、ね、挑んだんだじゃん、こうして行ったらね、途中にね、木を突っ込んだろ自分たちは大東だと思ってるもんじゃな、え、くさびじゃん、木のくさびげ、鉄じゃなって手じゃねえじゃ、木の草で。木の草で打ち込んで、岸壁にやり。そうそう。そんな木しかないもんだ。だちょっとそっちまでも。なんかね、全体重かける落ちるようなところだじゃね。まあ、なんとか帰っていったな。命でも悩んだよね、そんな。ねえねえ。何もないじゃん。あれで。あれよ、うんうん。そうやって、まあ、ちょっと藤原さん。行ったの。
それ打ち込んであると、あれおかしい、じゃあ本当ストーチャー来てるはずないんだ思いながら、まあ登り切ったんだじゃね、彼らなんていう、それを言うても誰も名乗ってる子出るもんもらうし、ね、不思議じゃないと思ってたたまたま藤原さん、うちの親父らと友達になって、その頃までわたも親父のもんじゃ知らんし、ほんで、うちの親父は剣山村を始めて、藤原さんも時々、後輩連れてきたりしてた、でその時にそういう話が出てそしたら、実言えば顎に釘がくさくさびあっちこっちなったろういう話になって、あら、ほら、だけどこいつは内緒してくれ言われて、言われんがで、藤原さんがその笑い話で言ったじゃん、内緒にしとらんなって、内緒にしとらんでってみんなで語って、ほんだら、あ、大と思ったような、名前未だに出さんが、それがいいんじゃない、シャワー大泥棒だ。それで、な、鶴見ちゃん、なんだろうと付き合ったんだ。岩登りとかは戦艦、ああ、鶴見ちゃん、ガイドでもやらんし。ああ、そう、ガイドも戦艦。ただ自分が登る、それもね、そういうようなことしかですよ、名誉のために登るとか、それがじゃねえやつ、生活のために登ってみたりするただけのもあんなことなんで、おそらく心拍探すにあっちこっち登っとったらねえやん。唯一そこが触れたけど、たまたまそこまで剣にそういうのいっぱいあったから、剣を行っとったんだと、ああ、そうなんじゃねえ。だから、あの辺が駒草なんて言うと、いまだに他の大学も第二と悩んだからね、挑戦したのね、ポーランドだけど、途中でみんなは木の鎖だけでよーの、3人ともよ、命あったったいや、ほんと、今が飛びっきゃ人間じゃないよね人間じゃないね、すごいな、そういうのやで、すぐに上り口へ移ったと、その時はもう釣り竿小屋あったんだもんね、あった、海岸とかあっち側に釣り竿小屋あったから、親父は釣り竿の小屋の近くてやっぱりね、一人嫌なか、その本にやっぱりね、ライバルなのだから、で、ご神社昔から創業だから、個人じゃないから、今まで鶴岡御殿、鶴岡御殿からずっと鶴岡に向かって、稜線の道あるわね、その途中に、ね、広いとこあるわけじゃん、ほらもそこに何遍も行くわけよ、実は あそこに建ててなかった、最初、大長方そこだった、さあ、ものすごく景色いるわよ。ただ水もないんねえじゃん本当だ、大変だ、でさあ雨水でもやることもなかろうけど、で世話してるうちに水のないところに行っちゃちょっとね、言わなって言ったら文さんに相談したんだと思うんだ、文さんなら何行くのよくやるよって言うんだ、でほら、だから自分の間俺でもトモ君でもやっぱりトモ君でもやっぱりこうそういう気持ちは持って、先におるもんじゃやっぱりね、ああそうそうだよね、でもあの剣山村の広場のところに、もうちょっと下にふみちゃんも知ってると黒百合池っていう池あった、あの池の根性小高い丘みたいなあったんだ、あそこに作るよってやった、小さい頃やったじゃん、だけど今度あこは風強いって、ああそうなんだ、これとてもじゃないな、うん、ほんで今のとこへ、行ったわ、今のちょっと下がったとこだよな、そうそうそう、旧の広場になった、